吉田翔太郎吉田翔太郎4月から1970年は第8代第10代四日市市長大日本帝国の内務官僚岐阜県知事三重県四日市市出身四日市コンビナートの誘致に尽力した四日市の名誉市民である1911年東京帝国大学法科大学法律学科卒業同年文官高等試験に合格 明治時代末期から昭和時代初期にかけて全国各地の文化を歴任した。1931年に岐阜県知事を務め、同年12月18日に休職、1932年1月29日、胃伊岸弁本館となり退官した。その後、幹線市長として1934年に四日市市長に就任。1947年になって、 マッカーサージ H q によって公職追放された。吉田畜郎に公選市長の座を譲ったが、四日市市長職のバトンを返上させて再度返り咲き、公選市長として1955年からから1959年までに四日市市長となり、通算後期17年務めた。昭和初期、四日市市に四日市港の第一期改修工事が終了して、 新しい埋め立て地が誕生した。吉田翔太郎は、子孫代々の四日市発展のために、近代化と工業化が必要であると思考して、埋め立て地への工場誘致に尽力した。機械化が進展した、東洋宝石塩浜工場や、東和房パク工場などの宝石産業と、重工業の石原産業四日市工場などの石油化学産業を四日市市に集積した。 また、四日市市と三重郡の村々の昭和の大合併に尽力して、市立四日市病院や四日市西部の住宅団地の開発、名四国道、工業用水の建設、農業研究指導所の四日市市農業センターの創設などの生活政策や産業基盤を築いた。1955年に四日市市の名誉市民となった。 女子教育の必要性から1946年に、平田盲石社長の宗村タスクシンと相談して、学校法人、赤月学園を、富澄原地区に創設した。長男は在ハンガリー日本公使館公誌、在シンガポール特命全権大使などを務めた、外交官の吉田健一郎で、その学府に、遠山源一がいる。ありがとうございます。